今回はレックスの外部電源をつなぐとき、あと車の方から電源を取り出すときの説明をしたいと思います。フロントタイヤの後ろの部分になるんですが、こちらを開けるとこのように刺すところがね、3箇所あります。2箇所の丸いのは外部から電源を取るとき、真ん中は車の方から電源をもらうときになります。ここにつなぐとね、車の方に充電したり、車の方から電気を取ったりすることができます。それでは少しやってみましょう。このようなケーブルが2本ついております。差し込むのですが、差し込んだ奥がマグネットのようになっているのかな、結構ピタッとくっつきます。で、これの反対側ですね、こちら側を家とかキャンプ場のコンセントにブスッと刺すと外部から電源を取ることができます。こちらとこちらと外部から電源を取るのはね、2箇所差し込み口があるのですが、こちらもともと機器入力用ってなってて、こちらが空調入力用ってなってます。もともとはこちら側で外部から電源を取った時にエアコンが使えるようにもなってます。この車の場合はもうすでに電気系統をいじってしまっているので、こちらに挿すだけでエアコンなどもすべて使えるようになってます。そしてこちらの真ん中に出力用のコンセントがあります。真ん中に使いたい電化製品のコードを挿しまして、インバーターのスイッチをオンにします。このように掃除をすることができます。電源の取り出しですが、後ろからも取り出すことができます。それがこちらのコンセントになります。ちょっとつないでみましょう。こちら挿すと同じように掃除機が使えます。今暗いですが、開けた時用の室内灯もね、一応ついてます。あまり使わない装備なんですけど、ちょっと外で電気欲しい時には便利ですよね。今日はレックスの外部電源の接続、レックスからの電源の取り出しを紹介してみました。それではまた。さよなら。